はい、皆さんおいっす、ザクさん使いのアタックです。今回はオバムのストライクルージュ使ってきたんで、そちらの方の実況となります。さて、ストライクルージュ、まあこの機体ですが、まあ強いっちゃもう強い方ですね。まあ修正点とか、マキオの方とかと、まあいろいろと比較すれば、いきたいと思います。まずコマンドの方ですが、アシストになりますが、そちらが射撃チャージになっています。で、サブがまあレールガンとまあ普通のレール砲ですね。レール砲を撃つんですが、こちらに関しましては、まあまあ、強い方って言っちゃう感じですね。で、まあ、マキオンにはありませんでしたが、コリオブでは、あります。シード。格闘チャージからのシードとなっています。こちらに関しましては、まあ、かなり、強いっちゃ強いんで、まあ、本当に次元乾燥機体っていう感じにはなりました。で、アシストが、フリーダメになってます。主に使われてるのが、N 特殊の方、クルティスエール方、バラエナか。バラエナを、2回打つ。っていった感じです。で、下格闘が、まあ、ミサイル。まあ、間違いなくと、マキュンよりかは強い。で、じゃあ、体幹塔どこに行ったかって言ったら、今作から、体幹塔、投了、復活しました。で、こちらに関しましては、後ろ特角って言って感じですね。で、まあ、個人的に強いのは、まずサブが、シード中になると、ものすごい強いっていう感じですね。で、レールガンが、基本強要ロケなんで、まあ、甘い着地には取れるって言った感じですね。で、まあ、あとはアシストが、バラエナ、打つんですけど、そちらに関しましていくと、まあ、バラエナ、一発打ってからの二発目が、結構当たるような感じにはなってます。だから、総合的に見ると、まあ、一発目が当たらなくても二発目が当たるっていった感じですね。で、で、結構分かりづらいと思うんですけど、この機体、特角が、シードと、シード中横特が追加されてましたが、ありますが、特角が、N 特、こちらに関しましては、結構強くて、アバランチェクシアの、N 特並みの判定があると思ってます。なので、結構格闘機体にとっては、結構分からん殺しっていうか、ああ、じゃあ、ルージュだから攻められるだろうなって言った感じで、言ってますが、正直な話聞くと、もう、近づいた瞬間にいきなり連続ぶん回されて死ぬっていうのは結構あります。なので、こんな感じで、X3 に対して、N 特振ってたりとか結構してますね。で、まあ、総合的な判断でいくと、25の中で行くと、弾幕荒れる機体、まあ、正代とはまた違う、感じの、機体ですね。まあ、正代と違うところっていうと、正代は、見られていない時の強さはあるんですけど、こいつに関しましていくと、見られてるっていうよりかは、一瞬にダブル取る時の、脅威さは、やっぱり、正代よりかは、ストライクルージュの方が強いっていった感じですね。あとは、降りてくあるのはやっぱでかいですね。で、こんな感じで、N 特に対して前角打ったりとか、そんな感じでできるような、感じですね。で、あとは、まあ、甘い着地とかには、こんな感じで打てるような、にはなってます。で、隠し技打つと、シード、回復しますが、基本的に行くと、なんだろう、あんまり打つかって言ったら、まあ、ミドルロックで打つような感じ。まあ、V2 だったりとか、前作のザク3の感じだと思った方がいいです。なので、まあ、振るかって言った時に、振るような機体。てか、振っ
って、回復させてっていう感じですね。なので、ルージュ使っていくところには、結構その、甘いものには、いい感じですね。で、まあ、総合的な判断で、まあ、総合的な判断は先ほども言いましたが、まあ、固定とかでも、シャフでも結構使える機体なんで、おすすめな機体ですね。まあ、その代わり弱点としては、覚醒、まあ、シードをやんなきゃいけないんで、次元乾燥機体っていうのは、まあ、そこは弱点ですね。さあ、試合の方が、まあ、2試合っていう感じになってますが、まあ、最後に、打ち込んで終了といった感じです。というわけで、今回の動画以上となります。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。